はい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 、皆さんおはようございます。神です。僕はですね、今新宿駅に来てるんですが、今日なんかね、大沢くんがこの特急日光の指定券を取ってくれたということなので、今日はね、これに乗って東武日光まで行きたいと思います。で、この253系っていうのは、昔まで成田エクスプレスで走ってた列車を魔改造して東武線直通用にしたということなんですよね。で、この日光号っていうのは、このなんだろう、貫通扉を無理やり埋めたのかな。これ絶対昔貫通扉あったんじゃないかっていうね、なんか跡がありますけども。じゃあ車体をちょっと見ていきましょうか。普通に LED が切れてるけど、車体は確かあれかな、255系と全く一緒なんですよね。でこれ魔改造して、スペーシアと座席のシートピッチを揃えたということなんで、なんか座席と窓割りが合ってないところが何か所かあるらしいので、それも動画の中で説明したいと思います。この電車は東武線直通特急日光1号東武日光行きです。1号車を先頭に6両編成で運転いたします。電車利用座席指定の特急電車です。あらかじめ座席指定特急券をお持ちでないお客様、ご乗車にはなれませんのでご注意ください。東武日光窓枠がさ、合ってないんだよね。なんかスペーシャーと無理やり合わせたから。あ、本当だ。そう、この後ろのさ、動画でいう右側の座席はこれ一応合ってる席なんだけど、この1個前の席はさ、なんて言うんだろう、窓のさ、枠のところがちょうど何座席に来ちゃってるから、これ合ってないんだよね。合ってない。もともと253系のやつを魔改造エクスプレスだったからね。そうしたから、これなんだろう、元々なのかもしれないけど、なんて言うんだろう、これ、窓がちょっと高い位置にあるというか、この電車は全車指定席です。ちょっと若干高い印象がある。指定券をお持ちでないよ。でもやっぱりね、シートピッチは広いから足元は広げるということ。
もなく大宮に到着いたします。大宮の次は東武線の栃木に止まります。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at 大宮. The stop after 大宮 will be 栃木。総武線の余った車両がいるんだ。あと小田急もあると思う。小田急いいんだ。これもう平成の組み方がこれ4ドア6ドア4ドア6ドアってあるんだよ。ああ。でも完全に余り物なんだね。だって6ドア車2年後に廃止でしょ。あ、そっか。一番最後に残った総武線の2年後に廃止だ、うん、あ、そっか。6ドア最後に残ったのって総武線か。総武線だけなんだよ。ああ。前まではいろいろいたけどね。最強線、あ、そうか、デート線みたいな、全部消滅しちゃった。え、何これ、これ何だ、パンか、パン、パンどうなんだこれなんか一体の知れないアルミホイルが開封、あ、ピザ、あ、ピザ、ピザ、すごい挟み線、中央線、中央線いたね。この電車は東武線直通特急日光1号東武日光行きです。停車駅は栃木、新鹿沼、下岩市と東武日光です。座席はすべて指定席となっておりますので、お手持ちの特急券をお確かめください。JR の栗橋、JR、ご乗車ありがとうございます。この電車は東急日光1号東武日光行きです。これから先東武線内に入ります。第1室内と及び空調が光っていますのでご注意ください。東武の上り線をまたいで、下り線に入るんだね。で、これでじゃあ JR から東武に入る。ご乗車ありがとうございました。まもなく栃木に到着いたします。三部石川田東武宇都宮方面の JR 両毛線はこのになります。栃木の次は新鹿沼に止まります。
はい、じゃあということで、終着の東武日光に着いたというわけなんですが、やっぱりなんか確率2分の1ぐらいの、ね、感じで外れ席というか窓枠が合ってないところがあったっていう印象だね。いやでももうちょっとさすがに確率は低いか外れ席も、まあ、ということで、まあ、今回奇跡的に当たり席ということで、まあ、景色はとても良かったんですけどね。じゃあこの動画はここで終わりにします。じゃあご視聴ありがとうございました。